途中出場でしたが、改めて、ベレーザの一員としてデビューを果たしました。なんかこうピッチに立った時に気持ちありましたか？まあ、緊張というか本当にすごい楽しみで、まあ、積極的にプレーしようと思って入って結果として残せたので良かったなと思います。まあ、デビューゴールと言っていいのか、あのゴール取りました。その場面振り返ってください。と自分の得意な、まあ、形に自分で持っていけて、それでサイズネットに思いっきり振り切れたので良かったなと思います。あの仕掛ける姿、もう何度もこう、ね、あの自分の持ち味を出そうっていう姿勢が見えたかなと思うんですけど、その辺はもう心がけてた通りできた感じですか？まあ、本当に消極的にやるよりは積極的にプレーして、まあ、ミスっていうのも恐れないでやってきたので、まあ、そこは思った通りできたなと思います。同点にされて少しこうふっと、ね、嫌な流れになりそうかなというところで、ああいうふうにこう流れを変えられるというのがベレーザの強さかなと思うんですけど、あそこはなんかやってる選手って焦りはなかったですか？まあ、自分自身の中でも、もうまだ時間はあったので、まあ、焦りというよりは本当に得点をして絶対勝ちたいという気持ちでやってたので、まあ、自分自身もそうですけど、多分みんな焦ってなかったかなと思います。ぶっちゃけるとデビューっていう感じはする？そんなに、あの、まあ、でもこういう、なんだろう、関係多い人たちの前で、まあ、やったっていうのは、まあ、去年のカップ戦以来だったので、その目に関してはデビューになるかな。改めてベレーザの一員になったらはいします次、まあ、代表に選ばれて、まあ、代表の遠征もありますけど、その間に2試合あると思うんですけど、そこに向けたちょっと意気込みみたいな。で、まあ、今回は途中出場で結果として、まあ、得点というものを残せたので、まあ、次の試合も、まあ、本当にいつ出てもいいように自分のパフォーマンスをどんどん上げていけるように頑張りたいなと思います。